担任教師の妻、浪江、釈由美子の共謀本性明らかに復讐は着々と進行、ブラックファミリア、第3話あらすじ。俳優の板谷由夏が主演を務める、読売テレビ日本テレビ系プラチナイト木曜ドラマ、ブラックファミリア新堂家の復讐、毎週木曜51時59分の第3話が、今日19日に放送される。それに先立って、場面写真とあらすじが公開された。ブラックスキャンダル、ブラックリベンジに続く、読売テレビ制作、ブラックシリーズ第3弾。実業家、早乙女明夫、平山祐介のホームパーティーの流出映像をきっかけに、女子高生、リリア、星野ゆなが不審死を遂げ、母の新堂一陽、板谷や家族が復讐していくミステリー。実業家一家に近づき、壮大な、なりすまし復讐計画を進めていく。第3話では、一陽が家政婦として早乙女家に潜入し、新堂家の復讐は着々と進行していた。ユーマ、森崎ウィンは、リリアの同級生だった早乙女家の娘、葵、滝七海に近づく。葵は K-POP グループのメンバーソジュンの大ファンだった。ユーマは、復讐計画が始まった1年前から韓国語を学んで習得していた。コウスケ、山中隆のメイクでソジュンそっくりになったユーマは、葵が利用するマッチングアプリに登録。そのアプリは、一陽が葵に勧めたものだった。狙い通り、葵とのマッチングに成功したユーマは、韓国人のパクとして葵と連絡を取るようになる。高瀬、加藤慎介が暴露系動画配信者、ミスターサルベージの動画でリリアとパパ活をしていたとその告白をしたのは、妻の浪江、釈由美子からの命令だった。浪江はレミ、筒井真理子と親しく、早乙女家と深く関わっている可能性が高かった。一陽は、浪江を追い込んで早乙女家の秘密を聞き出すための計画を立てる。一方、サナ、渡辺梨沙は芹沢、庄司雄介と共に凛太郎、塩の秋久に会いに行き、取材を申し込もうとする。芹沢にスキャンダルを暴露されて議員辞職に追い込まれた過去がある凛太郎は、それを拒否。すると、サナが凛太郎はスキャンダルをネタに誹謗中傷を受けた被害者だと言い出す。サナに興味を持った凛太郎は、取材を承諾。サナは凛太郎にイメージアップにつながるインタビューとグラビア撮影を提案する。一陽は、浪江が夫の性癖を利用したとんでもないビジネスに手を染めていることを突き止める。浪江は一見美しい女性なのだが、凶暴な本性を隠していた。それぞれのやり方で早乙女家の闇に迫る新堂家。人派が浪江に仕掛けた罠とは？